ができる女の子って家庭的ってよく言われるよね。使う機会なんてほとんどないけど、そういうものかな。家電をいじれる女の子じゃダメ？違うって言うと勘違いするそうだけど、
イオンであってイオンじゃないの。実際ほとんど人間らしい感情はないし、ただのナビゲーターと思ってくれればいいよ。さっきも言った通り、ここはイオンの夢世界、そしてここは彼女の記憶への入り口。扉の先にはイオンにとって大切な、でも壊れてしまった記憶があるの。もしそれを癒し直すことができれば、イオンの記憶は戻っていくはず。イオンを癒すにはエネルギーがまず必要。まずはそのエネルギーを生む存在を作らないとダメ。上を見て、綺麗な星空が見えるでしょ。その先がイオンを癒すエネルギーの源。あなたならあの先にいてイオンを癒す存在を作り出せる。シャールっていうの。シャールはあなたの世界にある物質のエネルギーによって作られて、そして壊れてしまったイオンの記憶を修復する癒し手になってくれる。シャールはあそこから生まれるから、その場所のことをシャールの巣って呼んでるの。それについては作り出した彼女たちに聞くのがいいと思う。少し長くなっちゃうし、ただ一つ言えることは、扉の先にある廃墟を一つ一つ修復させる必要があるってこと。そして修復が完了すれば、そこに残された強い思いを夢に見る。まさに夢世界というわけ。きっとその時あなたにもイオンの記憶が流れ込んでくると思う。そう、最初の時みたいに。それから夢世界から現実に帰りたいと思った時は、下を見て部屋の真ん中にあるデバイスに触れればすぐに現実に戻ることができる。あなたがイオンの記憶を癒せること、そして記憶を見れるのは偶然じゃない。これはあなたにしかできないこと。さあ言って、あなたならきっとイオンを救ってくれるって信じてる。扉の向こうには街が見える。Yeah.
ところにいたくない。私を返して帰りたいの。まったくだ、早く帰った方がいいぜ。ってウェーブバースト予報見てないの？ウェーブバースト、こんなところにいたら直撃だぜ。どうしても地面が好きだってんなら止めねえけど。はあ？帰るとこないの。はあ？姉ちゃんまさか家出か？うん、追い出されたっていうか、ちょっと違うな。そんじゃ迷子ってとこか？俺より年上なのに迷子か？うん、そんなに間違ってないから何も言えないよ。あとやべ、本当に雨来たら危ねえからしのげるところに行った方がいいぜ。そんじゃあな。待って。でっけえ腹の音。なんだ、迷子の上に腹ペコか。だってこの匂い、肉じゃが美味しそう。肉じゃが、何それ。この匂い嗅いだら勝手にお腹が鳴っちゃうの。大好きなんだもん。へえ、姉ちゃんなかなか見どころあるぜ。え、これうちの晩飯の匂いだよ。そうなの？いいな。しょうがねえな姉ちゃん。オレンジ寄って食べてけよ。でもうまそうな匂いにやられたって言えば母ちゃんも絶対喜ぶだろうし。そんな悪いよ、お礼とか何もできないし。やっぱり自分でなんとか。別にお礼なんていいんだけど。そうだな、じゃあ一つ条件を出そう。はい、何でも言ってください。出された分は残さず食べること。もちろんです。よし、以上。それだけ？一つって言ったろ。ほら、立たせてやるから手出せよ。ありがとう。俺ターボってんだ。姉ちゃんは？私イオン。イオンだな。よし、そんじゃあ。イオン、どっかで聞いたような。おっと、ぼやぼやしてたら本当に雨が来ちまう。俺んちこのすぐ裏なんだ。来いよイオン。うん、あのん、ありがとう、ターボ。ほんのさっきまで私一人ぼっちだったけど、でもきっともう違う。まだドキドキしてるけど、ちょっとだけ怖くなくなった。だってこの街で初めての味方、友達を見つけたんだもの。Shalala!
ミラウヤラン、ルナウルリラジャミラウヤラン、ルナウルリラジ、シャミラウルワラウル、ラウイラロミラジャミラウヤラン、ルナウルリラジ、フィルリョミラウルラルランラジ、メシャルラーラジャミラウヤラン、ルナウルリラジ、シャミラウルワラウル、ラウイラロミラメシャルラーラミャーリュラーラランララミューセルミラーキャーチーチーヒーリョミラルラルランラチーベラシャウェラリアミラルラルラチーミバラルワルシェラララララにもよくわからないんだね。でも私
で同じ夢しか見てこなかったのに、あなたと一緒に眠ったら今までと違う夢を見た。これだけは真実なんだよね。だからあなたのおかげ。あのね、私もっといろんなこと思い出したい。私の頭の中にはいろんな記憶が眠っているってことが分かったんだもん。だからもっともっといろんな記憶を取り戻して、私が何者なのか、なぜここにいるのかを知りたいの。だからあなたにまた協力してほしいんだけど、ダメかな。本当？嬉しい。ありがとう。私も何かあなたにお礼したいんだけど、今は何もできないから、せめて何か思い出したら全部あなたにお話しするね。あ、それとね、夢の中で昔見たり作ったりしたものをいろいろ思い出しちゃった。メモに書いておくから、作ってほしいものがあったら遠慮なく言ってね。記憶を思い出すのかな。不安半分、ワクワク半分かな。また夢世界に連れて行ってね。コーンコン、いる？いたらトントンして。ごめんね、急に呼び出したりして。大した用事ではないんだけど、実はね、知り合いのメリコさんって人から新しいレシピをもらったの。確か東大森もいつの日か神聖な儀式を執り行う日が来るやもしれぬ。そうでなくともきっと似合うはずじゃ。ぜひ作ってみるのじゃって渡す時に言われたけど、メリコさん言ってることめちゃくちゃで、神聖な儀式をするときに着るような服をそうじゃないときにも着ろうったなんて、いいのかな。でも似合ってると思われるような服だったら一度は着てみたいかも。あなたにも着てるところを見せて、似合ってるよって言われたいし、なんだか作るのが楽しみになってきたよ。材料が揃ったらすぐにでも作ろうね。
話ししたの初めてかも。よかったらこれからもたくさんお話ししようね。ただお話ししているだけなのに不思議と元気が出てくる。誰かと一緒にいるのってこんなにも力になるんだね。気をつけて行ってきてね。